はい、お疲れ様でございます。舞姫大学の特別講義でございます。今回ね、舞姫大学のナミさんからクリスマスタートということで新しい商品の提案がされております。まあその中で今日は一つね、営業力ということでお話をいただいたんですけども、私ね、ちょっとしたね、ネタを持ってるんですよ。それがですね、2年間毎月20万円がもらえるというね、そういうプロジェクトです。これは鳥取市だったかな。まあとにかく鳥取とですね、あの角川という大出版社が共同でやってるプロジェクトがあるんですよ。そのプロジェクトの中で、これからね、創作活動をしようと思っている方を支援するためのプロジェクトなんですよ。まあ条件はざっくり言うと、鳥取在住でない方、つまり日本全国から鳥取に移り住んで、そこで2年間創作活動をして何がしかの表現をね、してもらいたいと。物書きとか絵とかね、漫画とか、インターネットを使った何がしかっていうのをね、やるわけなんですよ。それに対して、いくら才能があってもね、当面の生活がままならないと、もう創作活動、クリエイターをやめて、やっぱこう、日々のね、ライスワーク、食べるための仕事をしなくちゃしょうがないってことになって、せっかくの才能が潰されてしまうと。まあ、そこに懸念をした、角川と鳥取市がね、そういったプロジェクトを始めたんですよ。つまり2年間最低限の生活は毎月20万を支給することによって担保するから、創作活動に専念してぜひね、素晴らしい作品を出してくださいよってことなんですよ。まあ、今回ね、この話をしたいっていうところもあるんですけども、実はね、営業力というテーマで私に何かね、話をしてくれということでしたら、営業力ってのはいいネタをたくさん持ってるっていう地盤があるかないかってところも大事だと思うんですよ。つまりあの人はいつもどこからともなく儲かるネタを持ってきて教えてくれるから、 YouTube のチャンネル登録しとこうかな、もしくは久保さんが何かセミナーをやったりとか勉強会やるときには行った方が、もしかしたら自分の知らないような儲けネタを知ってるんじゃないかなってことで興味を持っていただいて会場に来てくださるっていう、この流れができるわけなんですよ。その積み重ねがおそらく営業力になっていくのかなと私は思うんですよね。だから関わればそのたんびに、一回会えばそのたんびに何かお得情報が2つ3つポロポロ出てくるよっていう風な状態にしておくと、そういう先入観で見てもらえるのかなと思うんですよ。2年から3年ほど前にスマホアプリでみんなの銀行っていうね、あの30万円まで儲かる銀行アプリがあるのを私も紹介しましたけど、多分私から知った人ってのも多いんじゃないかなと思います。でそれからセルフバックなりポイントサイトってのも私からしつこく聞いて、最近でしたら住宅展示場に行って2万円もらったみたいな方ってのはね、だいぶ出てくると思うんですよ。そういう形で私は自分自身じゃなくて、この動画を見てくださってる方を儲けさせるネタを毎日毎日発信してるんですよね。まあそうなるとチャンネル登録しようかなと、動画更新されてるから見ようかな、もしくは久保さんの口からこの情報、このネタを紹介してもらえませんかっていう形になっていくと思うんですよ。これが営業力なのかなと思うんですよね。まあですね、これからも自分自身の営業力、つまりは信頼構築力を高めるために修行していこうかなと思っているところでございます。はい、じゃあ今後もね、舞姫大学特別講義並びに舞姫大学本編お楽しみいただければと思います。新しいナミさんからのコンテンツもこちらの方もね、もう少々お待ちください。すごくいいものになると思います。それでは。